特別支援学校のフットサル大会は当初去年の開催が計画されていましたが、新型コロナウイルスで延期されました。全国の特別支援学校のスポーツ大会はこれが初めてです。地区大会には合わせて70校が参加し、北海道予選を勝ち抜いた黄色いユニフォームの中札内高等養護学校など全国から10チームが今日の晴れ舞台に臨んでいます。中札内の辻真人キャプテンは、勝利を目指すだけではなく思いやりと感謝の気持ちを持ち、みんなが笑顔で終われる大会にしたいと話していました。